私はモハンダス、ガンビ、1893年、若き弁護士として南アフリカに渡った私は、人生を変える出来事に遭遇しました。私はピーター・マリッツバーグ駅の列車に乗り、ビジネスクラスの席に座っていました。しかし、当時の南アフリカはイギリス植民地で、有色人種差別が横行しており、私の肌の色を理由に、列車の乗務員に席を移動するよう命じられたのです。私は有効な切符を持っていたにもかかわらず、列車から追い出され、冷たい夜を駅のベンチで過ごすことになりました。この体験は私に深い衝撃を与え、 私の人生の転機となりました。私の非暴力、不服従運動の哲学を育む土壌となったのです。私は、抵抗は力や暴力に頼るのではなく、真実と誠実さに基づくべきだと悟りました。真の変化を起こすためには、暴力ではなく、非暴力と愛の力を用いるべきだということを学んだのです。これらの教訓は、後にインドの独立運動において、私の行動の指針となりました。あなたを不当に扱う人たちに、愛をもって接することはとても困難なことは重々承知です。しかし、 人は愛を持つ人々に対して、いつまでも敵対心を抱くことはできない生き物です。対立関係が致命的になった時には、愛という手段で問題解決を考えてみると良いでしょう。